頼む。一年でいい。おでんを貸してくれ。豪商の頼みだ。こいつがいればきっと最後の島にたどり着ける。ふざけるな！ロジア、俺から家族を奪おうってのか！白木ちゃん、行ってみて。行かせてくれねえか！こいつの言う最後の島見てみて。海賊としての俺の第二幕。新しい冒険が始まった。白木ちゃんも偉大だが、ロジャーもまた計り知れねえ。ログポースが空を向いてる。壊れてんのか？そうじゃねえ。行くぞ。どこへ？空。世界は広い。まだ広い。空に人が住んでるなんてお釈迦様でも思うめえ。これでいいか。ああ、上出来だ、おでん。我ここに至り、この分を最果てへと導く。見せてもらうぞ、ロジャー。お前も生涯をかけた大冒険の最終章。あった！最後のロードポーネグリフ。ついに全てのロードポーネグリフが揃った。行くぞ、野郎ども！最後の島へ。最後の島。ロジャー海賊団がとうとうやったぞ。海賊ロジャーが前人未到の世界一周を果たした。ついにこの海の覇者が誕生した。やつこそ海の王、海賊王だ。最後の島に着いたあの日、俺たちは世界の全てを知った。空白の100年とは、 D の一族とは、古代兵器とは、和の国はかつて世界と接していたのだ。本当にあった莫大な宝を目の前に、ロジャーはあの時笑ってた。